ホノルルにある ABC ストア ABC ストアはアメリカ合衆国のハワイ州ホノルル市に本拠を置くコンビニエンスストアチェーンであるハワイ州内最大のコンビニエンスストアチェーンで全72店舗のうち56店舗はハワイ州内にある食料品、日用雑貨や医薬品に加えてビーチ用品や土産物なども販売することを特徴としており オアフ島のワイキキ地区には35軒以上もの店舗を展開している。早朝から23時から24時頃までを営業時間としている店舗が多く、ワイキキの繁華街に位置する店舗には日本語ができる、店員が配置されていることもある。ABC ストアの前身は日系人がホノルルのワイアライ通りに開いた1軒の食料品店、コササグローサリーである。 日系二世としてこの小ササグローサリーに生まれたシドニー小ササは幼少期から店を手伝いアメリカ本土の大学に学んで薬剤師の資格を取得したアメリカマイアミの様子に触発されたシドニー小ササはハワイに戻り薬局と食品店を兼ねた店舗を1964年にワイキキに開店したがこれが ABC ストアの始まりであった店は当初 Mr.K と呼ばれていたが、より覚えやすい名前にするために、ABC ストアに改名された。ABC は何かの略称ではなく、電話帳の最初に乗るように付けられた。現在、ワイキキにある一店舗だけが、Mr.K の名前を残している。ABC は、アロハブリングスカスタマーズと冗談で言われたこともある。ABC ストアは、 現在、年間1億5000万米ドルの利益を上げ、900人以上の従業員を雇用している。ABC ストアでは、食料雑貨に加えて旅行者向けの土産物を販売しているが、最もよく売れているのは、マカダミアナッツのような旅行者向けの商品と、サンスクリーン材やサングラスのような日よけ商品である。また、多くの店舗では、種類や日本語新聞を含む新聞、 スパム結びや日本風弁当類なども扱っている。店舗は旅行者で溢れるワイキキの至るところにある。1マイル四方に37店舗があるワイキキでは多くの店舗が近接しており、カラカウア通りと海岸通りの交差点には4つの ABC ストアがある。このため ABC はオールブロックスカバードの意味であると冗談で言われることもある。ホノルル以外ではオアフ島、マウイ島、 ハワイ島そしてカウアイ島の4島に19店舗がある。ハワイ以外ではグアム、サイパン、さらにネバダ州のラスベガスに出店している。アメリカ本土の唯一の出店地域であるラスベガスには6店舗、グアムに8店舗、サイパンに2店舗ある。ありがとうございます。